はい、皆さんこんにちは、プロボーラーの斉藤です。今日はですね、ボーリングレッスンということで、今日やるレッスン内容といたしましては、脱力したスイングということで、力みのない投法ですね。このスイング、脱力したスイングをどういった形でやったらいいのかっていうのを、ご紹介できればいいかなと思います。ということで本日も最後までご視聴よろしくお願いします。ではまず脱力のスイングがどういうものなのかと、まず皆さんボール構えますよね。で構えて、こうダウンスイング、プッシュアウェイでもプッシュダウンでもプッシュアップでも、ボールを下ろしてバックスイングに上げた時に、最後下ろしてしっかりと、フォローするまで持ってくるんですけど、この時に、どこで力入るのかなっていうと、一番多いのがやはりこの構えてからボールを落とすこの瞬間に力入るパターンが多いです。やっぱ重いものが一気に下まで行くんで勢いがつきやすいんで、ここで、まずこうやって一気に勢いよく振っちゃう人が多いんですね。でこういった形で振ると、この時点で力入っちゃうんですよね。で力が入ったら一度崩れたタイミングっていうのはなかなか治らないので、だいたいこの力が入った状態のままフィニッシュまで持っていっちゃいます。こうすると、力の入ったスイングがそのまま、最後まで流れでいってしまうので、これ非常に良くないです。なのでまずここですね、プッシュアウェイしてもプッシュダウンしても何をしても脱力ですね。まずここでボールの重さで勝手にスイングできるんで、ここで力を入れる必要はないですね。ここでもう一つ力の入る場面っていうのが、やはりこのバックスイング、バックスイングが上がった状態から振り下ろしに行く人も、これも多いですね。これはね、やっぱりさっきと一緒で重いものが下に落ちてくるときにやっぱ反動が勢いよく来るんで、自分で押してしまいがちなんですよね。重いものが下にあるんで早く下に下ろしたいっていう気持ちから自分で振りに行っちゃう、こういう人が多いです。これも当然さっきまでタイミングが合ってたのに振り下ろすと一気にタイミングが速くなって、ボール拾えないですし、さっき言った脱力したスイングにならないです。力が入りすぎちゃうんです。なので脱力っていうのは完全に力をゼロにするわけではなく、余分な力を使わないっていう意味なので、今最初からの流れでいくと、やっぱね、ところどころで力を使ってしまう場面っていうのはあるんですよ。でそれをいかに使いすぎないように、スイングをしていくかっていうのが大事になってきますので、まず最初はゆっくり下ろす。これはね、ゆっくりしても自分の中でいいんで、第三者から見てゆっくりじゃなくていいんで、自分の中で力を使いすぎないぐらいのスイングですね。でそこからバックスイングの頂点から当然最後のフロースルー行くまでの間に振ってしまうとタイミングずれちゃうんで、ゆっくりボールが落ちてくるのを待って流れの中でスイングをきれいにしていくと。これちょっとまず通常の投球1回やってみます。力をね、使いすぎないイメージです。こんな感じですね。これ、今ね、しっかり意識して脱力をするイメージですね。力を使いすぎないです。ゼロにするわけじゃないですね。これで次、まず最初のポイントです。ここを思いっきり振ったらどうなるのか。これね、今ストライク来たんですけど、タイミングがすごいブレたんですよね。さあボールを下ろすときに自分の腕力で振っていく。はい、これね、ちょっとボーリングの悪いところ出てますね。失敗でやってんのにストライク来ちゃうっていうねでもね、これはね、前僕が言ってた結果論だけ見ちゃう人はこれ多分修正しないと思うんで、次はバックスイングから振り下ろした場合ですね。これがゆったりしてるんだけどバックスイングで急いで振った時のパターンですね。さあもう一回いきます。バックスイングで急いで振った場合、めちゃくちゃ投げづらいですけどね。こうやってね、ほとんどボールに回転与えられずに球もどっか行っちゃうんですよ。今度は
下ろすときと下げるとき極端にやらずに少しずつ打った場合、これちょっとわからないぐらいに力入れた場合どうなるか。はい、まあ本当にね、なんだよ全部ストライクじゃん、じゃあいいじゃんっていう人絶対出てくるんですけど、これね僕の中ではこれダメです。結果論じゃないんですよボーリングって。やっぱアベレージ勝負なので、10ゲーム20ゲーム、まあ年間で考える人は何百ゲームと同じ投球ができるかどうかになってくるので、1個ストライクしたからなんだいいじゃんってわけにはいかないです。まあね、こういうぐらいの感じがね、まあ当たり前になっちゃうんですけど、まあこうやってねスイング脱力できないと、まあ、力だけの投球なるとボールってね曲がりもちゃんと出てこないんですよ。見ましたかね、ポケット入ってるのにスプリット出ちゃうんですよ。でこれもやはりね力入っちゃうとそうなりやすいんですよ。でこれこの後の、まあ、ちょっと動画でちょっとリリースについて動画を出す、まあ、予定なんですけど、このスイング力みのあるスイングをするとそこのリリースにも、まあ、ちょっと繋がってくるんで、まあ、ちょっと今後の動画もねちょっと楽しみにしてほしいんですけど、もう一回いきます。力を使うと、はい、よくね球のスピードめちゃくちゃ速くて、なんかピンが今みたいにバーってなってすごい強いなーって、まあ、言われてる方とかもいると思うんですけど、正直ねあの力任せだったら続かないですね。今のが僕がさっき言ったようなあの力みすぎずで自分で全てコントロールできて球の曲がりが安定しててあれぐらいのスピードとピンアクションが出てれば素晴らしいんですけど、やっぱりね腕力で振ってあれであれば、まあ、ちょっと安定感は出ないかなと思いますね。でもう一回ね通常でいきます、力みなく。全然こっちの方がね走って切れて、かつ長期ゲーム投げれそうです。あ、全然疲れないんで今の投球疲れないですし、安定感があるしコンディションもね動きが一定なんで読みやすいです。もう一回いきます。全然力いらないんですよ。全然倒れますよねこっちの方が。まあ、なのでね、まあ、ちょっとね力みすぎてる方、あとはねやっぱりまあタップ多い方ですよね。ちょっとタップ多い方っていうのはまあ次に出す動画のリリースでも説明してるんですけども、やっぱりねこういう流れでタップが多くなってしまいがちなので、まあ、その辺をねちょっと注意しながら、あーまあできればね直していただければいいかなと思います。ただね実際に、まあ、僕が今言ったような、ガチガチの力みのある投球だった場合ですよね、さっき言ったように自分でコントロールできて毎回再現性高い同じぐらいで、まあ、投球できてれば、まあ、多少ね力を使っても問題ないかなと思います。僕はね再現性が今ないのと、あとはやっぱり腕力もう全部腕の力だけで振ってるので、まあ、タイミングボールの重さで一切スイングをしてなかったんで、まあ、ピンアクションも悪いですし投球精度も低いです。だから球もバラバラしちゃって、あ、全然良くないんですけど、これがねある程度腕力使っててもその人にとっては全然使ってないぐらいの本当に再現性がすごい高い、毎回同じに投げれるぜっていう人だったら全然いいかなと思いますけども、まあ、大体はね、腕力使いすぎて、まあ、収縮可能な方が結構多いんで、まあ、そういった方はね、今みたいな形でとにかく力みをなくして、最初のねまずこの形、ここのボールを下ろすこの時点でしっかり脱力していくと、まあ、これもう一回言いますけどゼロにするわけじゃないです。極端にやる人は本当多いです。だからそこだけ気をつけてほしいです。これ別に力をもうこうやってゼロにする、もうダラーンとするわけじゃなくて、
あくまで100使ってたら5割とかもうそれぐらいの感じです。なので少しこうちゃんとバランス、自分のバランスを取れるぐらいの力は残しつつスイングをしてほしいかなと思います。ということでね、本日も最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もね、まあ、レッスン系でちょっと出していく予定で、まあ、リリースの方を出そうかなと思ってますので、興味のある方はぜひですね、チャンネル登録をして次回の動画もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。